私配信に関してはもう完全に趣味でやってんだけど、 YouTube は義務チューブだからさ、今なんか8月から好きなことやろうと思って、 YouTube もまた Vlog っぽくなるかも。え、義務チューブジェルさんに話しましたか？話してない。でも ネジがね、ジャルに言っとくって言ってたから、ケンピちゃんは一人でやりたいそうですって言ってくれるって言ってたから、あの社長には黙ってるの、黙って好きなことをだけをするチャンネルにしようとしてる。まあいいでしょ。え、 YouTube もフリーランスになる。でもなんか一応席は村一緒に置いとくけど、まあ、一応この機材もねもらった。いや、まあちゃんと言うとこの機材はジャルさんに初めて会った時に、え、ケンピちゃんってさ配信とか興味あるんだって言われて、あーでもまあ興味あるし YouTube とかもまあぼちぼちやってみたいなって思ってますって言った数ヶ月後に、知らない宛先から巨大な段ボール箱が届いて、えっと思って覗いたらゲーミング PC だったの。怖くない？すごい怖かった。本当に怖くて、それで知らない宛先からパソコン届いたんだよ。私本気で誤配送かなと思って連絡しようとしたの、配達業者に。で宛先をよくよく見て、ムラッシュって書いてあって、なんか聞いたことあるような聞いたことないようなと思って、一生懸命記憶を手繰り寄せてさ、あーなんかあの時のおっさんやってなって怖ーってなったよね。あの人送ってきたんだって、怖ーって。でもそんな感じでしたね。まあそういう恩もあるからムラッシュにはいるんだけど、じゃあちょっとそろそろ好きに生きようかなって。仕事も辞めたし。え、 PS4、 あ、そう、 PS4 も JAL のケビ盗んだ、欲しかったから。JAL の PS4 でいつもゲームしてる。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。